貞子。なんかまたすんげーのが出てきたぞ。はい、ということでゲストの皆様こんばんは、小田健です。小田健です。はい、皆さん、なんかね、今回こちらリングの貞子のホラーゲームが出ました。はい、もうこちらのゲーム説明しなくてもいいんじゃねえかなってぐらい有名ですよね。貞子のホラーゲーム、貞子っぽいキャラクターが追ってくるっていうホラーゲームってさ、今まで結構あったじゃん。だけど貞子が追ってくるっていうのはね、初めてですよね。はい、早速やっていこうかなと思うんですが、あ、ビデオウォッチミって書かれてるね。うん、かわいいな。これ貞子が書いたのかな。貞子の字かわいいじゃん、ウォッチミ、ね、丁寧に書いてくれてんだろうな。はい、貞子やっていこうかなと思います。うん、でどんな感じかっていうと、主人公はね、あの VHS を見つけてから7日後の物語らしいですね。で家で一人で、お留守番してんのかな。そう、家で一人でいる時に貞子に襲われるみたいな感じで説明にやりました。いやー、これなかなかクオリティ高そうよ。ムービーだ。あー、いいね。はい、ただこれさ、海外のホラーゲームでよく見る間取りですよね。うん、500回ぐらい見てるもん、この間取り。そう、私あのホラーゲーム年間何百本やってんだろうってぐらいのレベルなんで、こういうこのね、間取りはもう記憶に尋常じゃなく、あの刻まれております。はい、焚き火がありますね。これもう始まるかな。ただゲームによって雰囲気がね、結構異なるんで、そう、同じ間取りでもね違ったりするんで、その点楽しんでいきましょうか。はい、あれ、ズームできるって言ってたけど、これできないな。やってんだけどね。はい、焚き火やるぞ。ちょ、こういうのも見ていこうか。はい、あ、音いい、すげえ。このゲーム、貞子のホラーゲーム紹介するんじゃなくて、焚き火の動画10時間ぐらい回す。時々ありますよね、なんか焚き火10時間耐久というか、癒し動画でやりますよね。そう、僕はああいうの好きでよく見るんですよね。はい、そう、6時間再生とかあるやつあるよね。うん、めっちゃ好き。そう、 YouTube あんま見ないんだけど、ああいう動画めっちゃ見るのよ。そう、さて行きましょうか。てかこれさ、主人公も VHS とかビデオ回してんのかな。うん、画質がほら、こうやって斜めに動かしたりすると歪んだりしますよね。はい、この間取り懐かしいな。うん、外雨降ってんのかな。はい、そして可愛いね、この子、にゃんこちゃん、はい。さあ行きましょう。このね、お家の間取りは結構把握してるんで、こっちが確かガレージでね。うん、いる、あ、早っ。ここの家の自動扉モード早っ。これもう閉めてないですか。早っ、嫌われてんのかな。設定も、速度設定もうちょっと遅くしようよ、挟まれちゃうよこれ。あ、いけるんだ。早っ。めっちゃ早いな。はい。いや、こんな広いお家でね、一人でお留守番だなんて、お留守番というか一人でお家にいるって怖いよね。やっぱ広すぎるお家っていいはいいけど、一人の時怖いよね。そう。ホームアローンのケビンの家みたいな感じで人がいっぱいいるんならいいんだけどさ。はい。さあ行きましょう。ただケビンのあの家族は確か数人、本当わずかですからね。あれ親戚がいるからあんな多いんだけども。はい、早いって、いけねえいけねえ。うん、なんか絵がありますよ、ランチョンマットみたいな絵があります。さてキッチン見ていきましょうか。うん、なんでこんなとこにスプーン置いた、取れますよねさすがに。はい、あ、そう、このゲームというかさ、このお家の間取りってなんか知んないけど包丁がめっちゃあるんですよね。昔やった PS5 シミュレーターっていうやつで、ここのね、お家があったんだけど、それもね、あの包丁がね、無限に出せるっていうバグを引き出して、そう、とんでもないことになりました、お家がね。はい、懐かしい。うん、食卓だ。これはこれからパーティーやるみたいな予定だったのかな。はい。これ窓の近くに、あ、結構雨降ってますね。いい音。さあ、こういうのも見ながら行きましょうか。こっち側にね、確かテレビあるよ。ここのうちの間取りは。ほら、砂嵐になってんじゃん。はい。これか？これは違うよね。さすがに。うん。なんか感動しそうな DVD があります。はい。これいじれる？無理か。いじれませんね。はい。
てか他に操作法はあるかしら。あ、ほうほうほう、これはキーボード結構特殊かもしんないぞ。うん、切れたりはしんないか。はい、あ、ビデオがありますよ。これ、これが噂の呪いのビデオってやつ。はい、あ、しゃがめますね。あ、こうやって撮るのか。はい、でどうするのかしら。うん、こうやってズームとかもして回収して、これで多分見るんだろうね。あー、ちょっと見る前に上も見ていきます。いや、見ちゃうか。さあ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 、いきますよ。あ、あれ切れるよ。さっき切れなかったよね。これで、あれ、あ、こうか。はい、で、あ、来ましたね。よし。いやー、もうこれ死にますよ、主人公。あんなね、可愛い字で、ウォッチミー書かれてるから、すごい可愛い映像流れてほしいけど。はい。プレイ。始まりました。なんか人いる？うわ、怖い。これよくできてんな。参道ですね。はい。なんかブツブツ喋ってるよ。このビデオまた、無敵喋ってたやつ。うん。ちょ、母国語が出てしまいましたね。はい、12月29日年末に何してんだお前。相当大変なことがあったんだろうな。うん、みんな大掃除最中よ、年末29日って。はい、終わりました。え、待って、これ呪いのビデオじゃないよね。別のビデオが届いた？ん？もう一回見れる？次見たら違くなってるとか？あ、一緒だな。うん。一緒なんで、ちょっと別行きましょうか。でもこれ、棚開けられないんだね。棚かが見れない。さあ、回っていきましょう。お、雑誌がありますよ。はい、これで、2階に行ったらフラグが立つとか、あ、かわいい。また猫ちゃんの写真が。ここもちろん開かないよね。うん。玄関は開きません。さあ、2階上がるか。怖え、危ねえよ、そこに置くと。なあ。ちょっと待てよ。ビリビリになったよね、今。勝手に巻き戻ってるし。怖くなってきたな。上行くか。さあ、そう、これ危ないよね。ちょっとした振動来たら、もう下いる人、パーンと落ちてきて、これ死にますよ。家は危険がいっぱい。はい、うわ、怖え、寝室。何これ。はい、ここ空きっぱだったよね。ああ、びっくりした。はい、私マックス音量でプレイしております。高確率で絶叫してしまうことがあるんで、皆様音量にはご注意を。あ、明かりにも注意を。そして鼓膜崩壊注意でお願いします。ちょっと待てよ。これ見えないよ、何も。え？え、ちょっと待って。真っ暗なままこれ、あ、普通にさ、真っ暗で動けてるのかなと思いきや。違いましたね、普通に。フェードアウトしてただけか。これつけておこう。怖いけどね。いやー、ちょっと。はい、皆さん音量注意。鼓膜崩壊注意よ。気をつけてね。怖えんだ、これ、本当に。こういうね、立体音響のホラーゲームってね、音量マックスでやるとほんと怖いの。小さくやるとね、僕あんま、あれなんですよ。そう、おっていう、リアクションが微妙になることがあるんですよね。そう。だったらもう、パーンって上げるっていう。さあ、行きましょう。これスマホかな？いや、ちょっと若干色合い的にスイッチにも見えるよね。コントローラー、これコントローラー細いな。はい、あのスイッチやコントロールが細い。まあでも普通に海外のスマホでしょうね。これライターってさっきさ、こうやって表示されるんだけど、ライターなかったよね。どっかで拾えたのかな。あ、一応開きますよ。さっきさ電話鳴ってたんだけど、電話の方に行ったらなんか起きんのかな。
どうでしょうか。いや怖え、雨足が結構強くなってきてる。こっち行きましょう。さささささ。ここもないね。この家いつもここにジーンズ置かれてんだよな。そう、不動産のねホラーゲームとかもあって、ここに人がいましたよね。なんもねえわ。ただ懐中電灯があったりするんじゃないかと思ってこの辺探っております。一応ねここは全部見させてください。はい、子供部屋があって。暗いなあ、怖えよ。なんで一人なんだよ。そしてなんでお前は見知らぬビデオ見ちゃったんだよ。なあ、あんな可愛い文字でウォッチミー書かれてるから見ちゃうのかもね。さあ、音がなんか飛行機に乗ってるような音しましたが、やっぱなんもないね。ちょっと走って降りちゃいましょう。ささ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 さ。おっと、砂嵐の音がついてんな。これ来るんじゃねえか、もう。はい、ついてんな。というか俺がつけてたのか。あ、なんでだよ、こっち止まってんじゃん。消える。あ、もう操作できねえ。怖え怖え怖え。あー、こう後ろ振り見たりしたらいる？いねえか。怖え。うわ、すげえ怖え、これ。はい、スイッチのリモコンみたいになってんじゃん、縁が。来るか。来たな。ちょっとかっこいいね。ワクワクしてきたぜ。さあ来なさい。寛大な心で受け止めてあげるわ。こっちいらっしゃいよ。ねえ。目の前から出る瞬間見たいね。左っ側からなんか聞こえるぞ。誰もいねえ。右は？うわ怖っ。近づいてきたぞ。うわ、なのか。あ、すげえムービーや。来やがったか。うわすげえ。そんなコンパクトなところからいらっしゃいませ。はい、あ、じゃあもう始まんだ。動き怖いよ。あー、ここで巻くのね、まず。うー、なにそれ、すごいすごいすごい。大丈夫か、足負傷してますね、あの貞子。はい、貞子ってさ、基本的に二足歩行じゃなくてハイハイで追いかけてくるんじゃなかったっけ。気のせい、うん、気のせいでしょうね。はい、ちょっと待てよ、これどこ行くんだ。なんか指示出たっけ、わかんねえわ。やつをこうやって巻いて、こっち走れるからね、結構余裕ですよ。はい、あっ、お前戻ってきたな。そんな賢いことができるのね。ほらほら、おいでおいでおいで、こっちよ。そう、貞子って、あ、暖炉ついてるわ。ちょ、一緒に暖取りましょうか、貞子と。キャンプしましょう。ね、貞キャンつって。ちょ、待ってよ、これ。貞子の音がさ、増えた気がするんだけど。無理か、こっちは。はい。あれ、見失った。まずい。ちょ、一回こっち側行こう。はい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 。オッケー。カチャカチャ聞こえるぜ。こっ、あ、来たね。貞子ってさ、これテレビから出るからこういうサイズだけどさ、スマホから出てきたら相当可愛いミニサイズ貞子が出てくるんですよね。はい、これ結構有名だよね。ん？うわー、びっくりした！はいはいや、はいはいで通過しよった。あっち行きやがったぞ。カチャカチャ聞こえるね、こっち。行くか。あ、もう開かない。次どこ？この赤いドレス怖いんだけど。ここは？行けねえか。足音ここからしない？ああああ！いる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 。どうすんのこれ。ベッド登る。ああ、ペットから来てるー。どないすんねんこれ。ちょ、
助けて、ちょ最後開いずにせえみたいになってんじゃん。はーっつって、あーちょっと待って、またこれビデオシーンだ。怖え怖え怖え、ちょっとずつ近づいてくんな。はい、目の前に来たらどうなの。あー目取れちゃうよ。大丈夫、その表情でウォッチ見返してたのか。終わりましたね。いや終わりましたよ。はい、ちょっと最初に二足歩行で追ってきてる時の貞子に当たったらどうなるのかやっていきましょうか。はい、いやーこれいいね、楽しいよ夏って感じがする。はい、夏はホラーやね、ホラーの季節がやってきましたよ皆さん。待って待って、焚き火見てたらさ、やっぱ焚き火の音もおかしくなってない？逆再生や。さあビデオテープがあります、撮っていきましょう。さてこれで謎のビデオを回してと。はい、オッケー。これ見なかったらどうなる？見ないでこっち行くとかどうよ。さっきからさ、走ると自分以外の足音もすんだよね、気のせいかな。いや気のせいではない単純に考えたらこれ主人公足6本ぐらいある計算になる。さて皆様ご準備よろしいでしょうか。先ほどはこのクローゼットから四つん這いで貞子がいらっしゃいました。しゃっせー、電話鳴っとる、取ります取ります。ワンコール、あ、じゃあワンコールかと思った。どこ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 、プルルどこ、プルル出たい出たいが電話の場所がわからない。これあれ、ナイス、映りやがった。はい、てか待って、このビデオここ置いてないよね、ビデオが入ってないのに回ってるみたいな感じか。いやー怖い怖えよこれ、あ来ちゃうよ貞子ちゃん、いらっしゃいませ、一名様ご来店いたしました、一名様ご来店しました、皆さん歓迎しましょう。さあ当たっていくぞみんな、準備はよろしい？ちょ貞子とね、俺押し相撲してみたかったんだよね。せーの、はい、ギャンにらみじゃんギャンギャンにギャンにらみ、あこっからスタート、おい挟まったよ今、ガンつけられてすぐ死んじゃうじゃんと思ったら挟まっちゃった。はい、こっからまた開始できるんだね。 OK、 こう逃げましょう。さっき俺よく逃げたな意外と難しいぞ、後ろっかにねなぜか物があるんですよ。ちょっとこれハマってんぞ、ある意味これ呪いなのかな。あ、いけたわ、よし。さてさてこれで、あびっくりした、ちょっと振り向いたらすげえ怖かった。はい、ちょ貞子ちゃん、このね貞子ちゃんも気になる、当たりたい、お待て、お前完全には乗りましたね主人公乗馬貞子。さあ、こっから来ますよ、皆さん。準備よろしいですか？来るかな？おし、来た。おまたほら、パチャ、パチャ、うん。暗すぎてあんま見えねえんだよな。はい。しゃがんで待ってやるか。貞子？お前は何をしているんだ？ああ、そうそうそう。ああ、よかった、君は。こっち見。それでは皆さんご一緒に。はい、貞子。決まりましたね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。なんかさ、これ貞子がテレビから出てきてる瞬間頭掴んで戻せんのかなちょっとその点も気になりますよね。はい、ということでこの動画、このゲームがちょっとでも面白かったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。またね、こういう私珍しいゲームとか新作のホラーゲームとかよくやってるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、皆様貞子が出てきたらどうしますか？
それではここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。